はい、こんにちは。つかつです。ということでね、今日もやっていきましょう。いや、今回はこちら。結局、純文学って何なのですかっていう話なんですけれども、僕はね、何ヶ月か前に、文学 YouTuber っていうね、名前でやってたんですけど、 まあ、とあることがあって、純文学ユーチューバーにね、あの、変えたんですよ、名前を。で、純をね、付けたと。たった一文字でね、何が違うんだっていう話なんですけど、まあ、個人的にどっちでもいいんですけれども、まあ、僕は文学の中でも純文学が好きなんだと。いうことは、まあ、自命の理ですから、まあ、純をつけた方が分かりやすくなるかなと。 思ったんですね。これね、一つ僕が言いたいのは、よくね、純文学私好きですって言った時に、どんなの読んでるんですかって言ったら、まあ、太宰治とか、三島由紀夫とかですとか言うんですけど、昔の小説を純文学って言ってる人がいるんですけど、今の現代にも純文学ってあるからね。 なので、その昔の小説イコール純文学ではないということを、まあ分かっていただきたい。昔だってエンタメ小説ってあったもんね。山本周五郎とかの流れがあるでしょ。大衆文学とか、まあ例えば井戸川乱歩とかのミステリーの流れっていうのは純文学にはあまり含まれなかったりしますよね。まあ SF 的なのもありますよね。空想科学的な、運の重座の流れとかもあるから、そういうのは純文学に含まれない傾向にあると思うんです。 じゃあね、まあ、純文学って何ぞやとね、思った時に、一つ手がかりになるのは、芥川賞と直木賞なんですね。で芥川賞と直木賞っていうのは何が違うかってね、まあ、芥川賞は純文学、直木賞はエンタメ小説だとね、まあ、よく言われていますけれども、じゃあ何が違うと。よくね、ここにまあ、古民人間があるけど、古民人間って芥川賞だけど、直木賞でもいいよねっていう人いるんです。 その、これってエンタメ要素強いよねとか言うんだけど、そうね、何をもってエンタメ要素って言ってるのかっていう話になってくるとね、 もちろん、ややこしいんです。こっちの、まあ、破局ね。まの、あ、東野遥さんのね、破局とか、あと、高山遥子さんの首里の馬とかは、まあ、この前ね、芥川賞撮った作品で、結構ね、ストーリーがわからないっていう人いるんです。何が書いてあるのかさっぱりわからないっていう人いるんだけど、まあ、それと比べたら、それはコンビニ人間なんかね、分かりやすい作品だと思うんですけれども、芥川賞ってね、どういうことかっていうと、まあ、純文学ってね、どういうことかっていうと、もう簡単ですよ。 あの、掲載雑誌の問題ですよ。掲載雑誌。あのー、まあ、前にもね、僕ね、一回だけ作った、ゆっくり解説のね、動画作ったんです。で、純文学とは何ぞや、みたいな動画作ったと思うんだけど、そこでも言いましたが、雑誌掲載が一つあります。これね、破局はね、川出初新社から出てますよね。これはね、文芸に載ってるんですよね。文芸という雑誌です。 文芸という雑誌は純文学の雑誌なんですね。で、これの趣里の馬は出版社を見ると新潮社って書いてますよね。まあこれも新潮に載った作品なんです。コミー人間はね、文芸春秋じゃないですか。ということは文学界に載ってます、これ。これ文学界に載ってるんですけれども、芥川賞にね、ノミネートする作品は全て雑誌掲載が基本になっています。で、そのほとんどは新潮、文学界、群像、 文芸、スバルの5つしかないんですね、もう現代においてはねほとんどがこの5つですだから逆に言うとこの5つに載った作品は純文学と言ってもいいと言えるわけですねだって芥川賞というのは純文学の文学賞だというのが 決まっているんだからそれにノミネートされたり受賞したりする作品は必然的に純文学なんですよねだってエンタメの小説が純文学の賞に選ばれないんだからそもそもがもうそのように出版社が定義してるんだからねそれと同じように純文学の賞っていうのはいくつかあり芥川賞三島賞野間文芸新人賞は純文学の賞を明記されていますでプラス谷崎純一郎賞とかね野間文芸賞とかのラインはその辺りはり やはり純文学の賞ととなすすことがでできるんですねだから純文学っていうのは純文学の文学賞にノミネートもしくは受賞する作品かもしくは純文学の雑誌、ね、文芸誌に載った作品を純文学と僕は言っています。でそれはねまあ外側の話ですよもちろんね作品の内容に関わってこないからねこの内容がこれは純文学だよとか これはエンタメだよとかはもうないということなんですよ。コンビニ人間はエンタメだよねっていう人がもしいた場合ね。もちろん内容もやっぱりかかってきますよ。これが僕がよく言うのはエンタメっていうのはね、とにかくわかりやすい。謎とかがあった時に全部教えてくれるんですよ。エンタメは。あの、村上春樹は ね、エンタメだとか言う人いるけど、謎が出てきてもね、全部教えてくれないじゃないですか。で、それはね、自分で考えろよっていう提出なんですよ。あの、純文学っていうのはね、基本的にはテクストなんですよ。そこにテクストがあり、テクストどう解釈するとか、どう解読するかとかは、もう読者の思うがままなんですよ。でも、答えなんか教えてくれないわけですね。答えがあるね、エンタメの小説は、やっぱ映画化とかされやすいでしょ。わかりやすいんだもん。わかりやすく面白いんだから。 ドラマ家とか映画家とかね、漫画家とかしたら、その一般層にわかる言葉で書かれてるんですよ。純文学っていうのは、そういうのを本当に読んでこなかった人たちが、え、これどういうことみたいな。謎は謎のままで終わりかよみたいな。 教えてくれねえのかよみたいなので怒る人いるんですけど、そうやってね、書かれているね、文脈が全く違うんですね。純文学とエンタメっていうのは僕は全然違うものだと思います。中身からしてね。だから読もうと思えばいくらでも読めるんですよ。純文学はテクストだから。でもね、エンタメってね、もう答えがあるわけですね。まあミステリーだったら分かりやすいけど、こういう謎があって、その謎の答えは犯人はこの人でした、みたいなのになった時に、読者は、いや、この人じゃなくて B さんでしょ、みたいな。C さんが犯人じゃないの、みたいなことはもう 言えないんですよね。一つしかないから答えが。出口がもう決まってるんです。だから入り口がきちんとあり、出口が一つあって、そこをトンネル通ってるっていうのがエンタメなんだけど、純文学っていうのは、入り口がどこかもわからないし、自分でまず明かりを持ってってみたいな。で、自分で手探りしながら出口を探さないといけないと。そのまんまトンネルの中で脱出できなくて死んでしまったみたいなこともあり得るぐらいの難しいもんなんですね。 そこが全然違うんですよ。純文学とエンタメっていうのは。それは小説だから終わりがあり始まりがあるわけです。最初の一文字があり、最後の一文字があるわけだけど、それを読むっていうことのテクストの難解さっていうのが純文学なんですよ。あの文字ってね、読めばいいっていうもんじゃないでしょ。よく国語の問題とかでさ、俺は日本人だから国語100%だみたいな言う人いるじゃないですか。ね。国語って別に、 英語じゃないんだから、日本人なんだから、読み書きがね、できるんだから、誰だってできるもんだって思ったらできないでしょ。テクストってもともと、こう、余れたものっていう意味なんですね。テクストっていうのは。だからその余れたものを、こう、ほどいていって、自分なりに読み解かないといけないんですね。言葉っていうのは、あやふやさが一つある。曖昧さが入っているから、 それを突き詰めたのが純文学と言ってもいいわけですね。あの映画でもさ、結構わかりやすいハリウッド式の映画とさ、なんか小難しい芸術的な映画って二つあるじゃないですか。 でどちらかというとそれで分けたらいいと思うんですね。で人間にもその2つがあると思いますよ僕は。そのハリウッドがめちゃくちゃ大好きな人とねあのハリウッドはあんまり好きじゃないけどそういうビートたけしとかさあの大津安次郎とかが好きなんだみたいな僕どちらかというとそっち見たい人間だからでそっちの方がね神経質だと思うわ。僕少なくとも僕は神経質な人間だから感情の機微みたいな。 ちょこっと違うだけで、全然違ってくるみたいな、その細かい細かい、その微分的なさ、 その細かいところに着目するような人が多分純文学好きな人だと思うんですね。内容が芸術よりかみたいな。芸術とか言うとね、難しくなるけど、芸術なんか言わない方が逆にね、わかりやすいような気がする。よく純文学って芸術的だみたいなこと言ったりするでしょ。でもね、そうやってね、単にトートロジーなんでね、言い換えただけでしょ。あの、芸術って何ですかって言われた時に、純文学みたいなのが芸術なんですよ。 っていうのと、純文学って何ですかって言った時に、芸術的なのが純文学なんですよっていうのは全く意味ないでしょ。全然意味ないじゃないですか。だからそこじゃないんだよね。その芸術っていうも出しても意味がないっていうことを、やっぱ分からないといけないと思う。僕たちはね。芸術的ではあるよ。それは芸術のことをやってんだろうなとは思うことはあるけど、 でも芸術っていう言葉を出したくないね、僕は。そんなん出すと余計にわからなくなるっていうか、純文学というものを掴もうとしていないんじゃないですか。そういう芸術的だとかいう人は、曖昧模倣としてそれでいいと思ってんじゃないですか。自分とは遠い存在にあると。純文学なんか俺にはわからないっていう人こそ、 純文学は芸術的だとか言い始めてるんだと思うんだよね。だ僕は純文学は芸術的だなんか思わない。芸術っていうものが僕そもそもわからないからね。言わないけれども。だからもっと分かりやすい言葉で言い直したいんですよね、僕はね。純文学というものをね。 まあ、それをすることが呪文学だと思うんだけどね、そもそもがね。まあ、それ自体が尊い字かもしれないがね、はい。まあ、そんな感じでね、今回はちょっとね、結局、呪文学って何なんですかというね、まあ、動画を出しました。まあ、雑談っちゃ雑談ですね。はい。ということで、またいろいろね、喋ろうと思います。今回は終わりです。高評価、コメント、チャンネル登録、ね。どうぞよろしくお願いします。いろいろつかちゃんでした。バイバイ。